ランナー二塁一塁。そして4番の中村剛也。ショート、あっと、イレイラ。セカンドランナー三塁からホームに回ってくる。さらにライオンズが追加点。中村剛也にももう1本出ました。ライオンズが2点目、記録エラーです。エラーか、いい当たりだったんでね、もしかしたらと思いましたけども、藤岡雄大が今補給体制に入ったところで確かにかなり強く跳ね上がりましたもんね。そうですね。マリーンズからするとアンラッキー、土のグラウンドの怖さが出ました。今の打球です。回り込んでどうかなっていうところだったんですが、このイレギュラーでした。抜けるのを見てからペイトンがセカンドからホームに戻ってきています。この回はライオンズからすると。